こんばんは、道村正樹です。ギターが好きっていうのは、どんな感じだと思いますか？すげえ漠然とした質問。まあ、ギターが好きっていうのは、はい、ドン。演奏するのが好き。まあね。それは一番ですよね。二番、所有することが好き。三番、フォルム、形が好き。この形好き、色が好き、みたいなのも含むと。4番、聞く音として好き。まあ、バンドサウンドとか聞いて、ああ、このリードギターの音っていいわよね、みたいな、そういう。まあ、様々だとは思います。で、どれが1番とか、どれか1個だけじゃないといけないわけじゃなくって、人それぞれだし、どれか4つともそうですよっていうんでも構わないと。で、2番の、所有することっていうのには、購入する、買うのが好き。お金払うのが好き。っていうのも含まれていると思いますね。お金を使うってことは人間の欲望で結構僕は重要なことだと思ってるんですよ。欲しいものがあるから働くっていう、ね、人間は働いてった方がいいよっていう、まあ、だいぶ落とし召したら卒業してもいいんだけど。僕は全部です。4つともです。はい。で、まあ、1年に数本のギターを買っちゃってはいるんですけど、その間に相当我慢してるっていうか、まあ、こいつはいいか、こいつはやめとこうってね。1年に5本ギター買うとしたら、1年に360本我慢してるみたいな、そういう、ちょっと違うかもしれないけど。こいつはいらない、こいつは買わない、こいつは諦めるみたいなのがたくさんあるうち、たまに1本買うのが、2ヶ月に1回とか、1ヶ月に1回とか。まあ、例えばさ、デパートに行く。デパートに行って数時間過ごす。で、何も買わずに家帰ってくると、ちょっと寂しいじゃないですか。だからなんかこう、地下か1階かの、あの、お惣菜売り場とかに行って、ちょっとね、なんか甘いもの買って帰るとかさ。僕はしょっちゅうハードオフってところに行って、何にも買わずに帰ってくるってことはしょっちゅうなんですけど、何も買わない日があるから、これこそはっていうものを見つけた時には絶対諦めないっていうか買うっていうか、すぐ買うっていうか、あんまり思想もしないで買ってきちゃうってことはあります。だってそもそもがさ、ヤフオクとかメルカリでギター買うなんてのはさ、思想なんかしずに買ってるんだからね。そう思えばハードオフで試奏しようが、これ音出るのって出ますよ。んじゃあいいよっつって買ってくるみたいな。これってつまり、これは絶対に買うべきであるっていうものを見極めるために普段から、何本も諦めてるってか、まあ見る目を養ってる。養うために、判断力をつけるために、絶対に欲しいものを取り逃さないために、普段から毎日ヤフオクとかメルカリを見ているっていうね。うん、で、まあ僕はいろんな形、いろんな色のテレキャスターを何本か持っていたいっていう欲があって、ただしまあ好みの話なんで、所有するって言っても結局その、あれもこれも全部欲しいっていうわけじゃなくって、例えばなんか、フライング V とか、エクスプローラーとか、タルボとか、なんか全部が全部、あれもこれも欲しいっていうわけで、まあたまにレスポールを買うこともあるんだけども、まあ割と僕はフェンダー系のデザインが好きなので、ストラト1本とテレキャス5、6本持ってれば、満足だろうなと、自分の中でもう何十年もギター買ってきて、やっと、そういうことに気がついたみたいな。まあ、アームなしのテレキャスターと、アームのあるテレキャスターと、あと新ラインと、青いのと赤いのと、オレンジ色のと、ちょっとサーフグリーンっぽいやつとっていう、そんだけ持ってれば、そんだけっていうか。まあ、ストラトは青くってハーフトーンが出るやつ。それが一本あればいいっていう、一本はもう持ってるんで、テレキャスでいろんなピックアップのこう配置とか配線とかのいろんな方法でピックアップ自体も交換していってね。それでいろんな音を試したい。自分が試し続けている行為が好きっていう感じ。うん、極論を言えば仮に僕に弟がいていないんですけど、
弟が改造好きで電気関係に強くって、で、これこうやって改造しといてって頼めば、何日か後にはやっといてくれるみたいな、そんな弟が一緒に住んでたら、僕は自分で改造しないです。改造する行為が好きなんじゃなくって、ここのピックアップこういう風にして、このスイッチはこういう風にしてっていう、それを試したいっていうのが最終的な欲望であって、まあ、最近はあのピックガード作ってたからもう右手が痛くて痛くてもうしばらく改造したくないなっていう。だからその弟がお兄ちゃんこの工具買ってよって言ったらそれはもうすぐ買ってあげますよ。いいよ買ってあげますよっていう。で、現状としては弟がいないから、そういう弟がいないから自分で改造して自分で使うためにいろんなことをやってるから全部の何もかもの工具は買ってはいない。相当買ってますけど、かなり持ってる方だとは思いますけども、あ、まあ、まあね、工具は好きだな、まあギターも好きだから工具も好きだからな、まあ工具もある種買いすぎちゃってて、少し我慢してるっていうか、全部買っちゃうと終わりじゃん。ね、何もかも、まあ、ある種さ、大金持ちの人ってどれでも買えちゃうっていうのと、そんなに大金持ちじゃないっていうか全然お金持ちじゃないから全部は買えない買わないよね。ちょっとは我慢してるよね。最終的にこいつとあれはまあ買わないででもな欲しいよなってしょっちゅうインターネットでサイトを見てるっていう、それが楽しいんだから。その先の楽しみちょっとは残していかないと大金持ち全部買えちゃうから。そういう意味では工具も使うのが好きっていうのと所有するのが好き買ってくるのが好きとかそういうのもあるよね。まあ色も結局工具1個買うとしてもさ、この色とこの色とこの色ではこの色がいいかなとかやって選ぶわけじゃないですか、ね、何でもいいよっていうのだとちょっと何でもいいよっていう時はあるけど、いっぱいあるけど、その時は何でもいいよは言わないよねっていうのは思っていたいみたいなさ。で、まあまあ、割と毎日ギターには触っています。で、その時その時で、触るギターは、最近買ったギターが割とこの辺に置いてあるんで、それを触るか、最後に改造し終わったギターを触るか、ギターを触るってことは、まあ僕は職業でもあるけど、生きていく中での楽しみじゃないですか。それを我慢してるんだったら生きてる意味はないんですよ。なんかあの何のために生きるのかとかさ、あの君たちはどう生きるのか、それは好きなことをするために働いて稼いで好きなものを買っていくっていう生きがいがあるからね、ね、そんなに簡単にそうね人生は終わらせたくないから、物を買っていくってことをやめたら、ギター所持するってことをやめたら、あんまりの生きがいがないというかね、生きていく意味がないよね。生きる意味をやめたら生きる意味はないよね。欲しいものを全部諦めてるんだったら生きていく意味はないんだよ。まあ欲しいもの全部はもちろん買っていけないから、でも、一つも買わない何も買わないっていうんだったら、なんかね、ね、やっぱりそれはたまには買おうよっていうか、まあ買えないっていうのと買わないっていうのは違うからね。違うからね。買うか触るか、どっちもギターが好きってことだと思います。じゃあね。